この公園に吹いてる風だけど、なんだか懐かしく感じるんだ。お昼の後にここで少し休憩しながら、流れる水のせせらぎに耳を傾けると、心が穏やかになってリラックスできると思うの。ありがとう。私とっても気に入っちゃった。こんにちは。うん、元気みたいだね。うん、とっても気に入ったよ。モンド城とはまた違った景色で、私にはすごく新鮮なんだ。歌を練習する時も気兼ねなく声を出せるから、他の人の迷惑にならなくて安心なの。うん、そう言ってくれるのは嬉しいけど、他の人の気持ちも考えなくちゃね。とにかくここに誘ってくれたことすごく感謝してるよ。もう少しここにいたいな。こんにちは。うん、元気みたいだね。あ、あ、いいよ。あ、不意に気づいたんだけどね、もうずいぶん長いことこうして友達と気兼ねなく話してなかったなーって。なんだかすごく幸せを感じるの。それは当たり前のことだよ。いつもみんなにはお世話になってるんだもん。私も頑張ってその優しさに応えなきゃ。そんなに褒めないで。褒められてばかりだと成長できなくなっちゃうよ。みんなまだ頑張っているんでしょ？だったら私